震災直後に宇津井荘富山の被災に出会いまして、以後はいわき市の支援事業ということで、皆さんあまりご存じないかもしれませんが、2011年震災の時にですね、東京都の港区というところに東京ミッドタウンというその、場所があるんですが、その裏に日野木町公園という場所がありまして、実はですね、皆さんご存じないかもしれませんが、いわき市と東京都の港区は商業界提携都市の契約を結んでいてですね、震災の前からなんですが、で実は東京で地震があった時に港区の人がいわきに見てきていいよっていう、裏約束があったんですね。それが2011年の震災で逆になってしまったっていうことなんですけど、そういうこともありまして、港区のご協力を得て大学祭というお祭りを港区の読書公園でやらせていただきました。それが最初のムーブとしてのですね、活動の最初なんですね。でその結果、今の形で、ね、いわきの皆さんとそれのいろいろ情報交換、一緒にいろんなことをやるようになって、知り合いの仲間も増えていったと。今はいわきムーブという、その今回も何か来てくれてますが、いわきにもムーブができてですね、その皆さんにも協力していただいている。というのと同時に、翌年の2012年からは、福島全県の会津若松、それから中通りの、花は二本松、福島市、スカーラーですね、鏡市、そういったエリア、それから北の方では国に、でも国にから人に来ていただいてますが、そういうような形で福島全県 の支援といったら交換がしくてですね、私たちのことをできることでご協力できることがあればということで活動させていただいております。でその傍らですね、カメラ取材をいろいろさせていただいて、本業がこういう映画の関係の仕事なもんですから、やらせていただいて、いくつかショートフィルムを作らせていただいたわけです。で、今回、この上映会を、やらせていただいたのは、冒頭にうちの実況者、佐賀の方からご説明がありましたように、撮影で富岡町、それから薄い人、富山、今のうちの皆さんに随分ご協力させていただきましたので、それのお礼を兼ねてですね、上映ということを考えたんですけれども、同時に昨年の、富山小学校の、水谷校長先生の取り組み、を見てですね、実は私たちの活動もそれまではさっきライブアクサイと申し上げましたように、いろんないわきの情報をたくさん東京に知ってもらおうと、ご存知だと思いますが、私震災の、4.1 直接後に来たんですが、その時にまだ東京にいわきの被災情報がほとんど流れなかったんですね。原発地域だとか、非常に被害が大きかった宮城だとか、いわきの情報が流れていたんですが、実は私も水槽を見て、その来た時にその紹介してくれた人がいてですね、初めてびっくりしたんですね。で、この情報が全く東京に流れてないというふうなことがあって、そういった情報をできるだけたくさんお伝えしたいという気持ちがあったんですが、その時はですから、例えば物産の紹介とか地域のお祭りのジャンガラとかですね、そういったもの、東京の人もジャンガラ念仏踊りって見たことない人が圧倒的に多かったので、そういった、もちろんフラガールというの映画でですね、フラガールの視点でも今はきっとフラガールが結びついてないということですね、いうことがあったので、そういった情報、それからもちろん物産生産者の皆さんですね、そういったご情報をできるだけたくさん流そうと考えていたんですが、震災からですね、3年が経つ中で、やはりいろんな形で、皆さんの状況も変わってきていますし、もちろん受け止めている外部の私たちの、関係も変わってきている。で、そういったところでずっと気になっていたのが、震災当時から気になっていたのが、子どもたちの心の問題とかですね、もちろん家庭におけるお子さん、お母さんの問題、極端にある日突然に大きな生活の変化を皆さん経験されていますので、その中で、子どもだけではなくてですね、親御さんたちにもいろんなことがあるだろう。実際私が、いわきに限らずですが、福島県内を回らせていただく中で、仲良くなって深い話がだんだんできるようになってくると、笑顔の向こうにあるいろんな話を聞かせていただいたりということがあったんですね。で、そういうような点で、この問題というのを非常に関心を持っていたときに、富山小学校で、この子ども映画をやられた。で、それは実はですね、PTG というそのポストトラウマティックグラウスというんですけれども、よくトラウマのことは言うんですが、それをどう回復していいかという話がなかなかないんですね。で、実はその富山小学校の子ども映画校の取り組みというのは、外傷後成長って日本語では言うんですが、つまりいろんな心の傷を負っているけれども、それときちんと向き合って、自分の中で
何がしかの成長を果たしてですね、その傷を自分の糧に変えていこうというですね、そういうふうにいろんなことを取り組んで変えていくという取り組みがあるんですが、例えば幼稚園なんかで団子を作る、ところで団子を作るはそれでもみんなでやるとかですね、これは府県の回しでやるとかいうプログラムがいろんなところでやられています。これは阪神大震災以降 PTG ということで注目されて、3年ぐらい経つとトラウマがいろいろ形でいびつに出てくるということがありますのでやられてきたんですが、そういう取り組みを、三谷校長先生が先駆けていろんなことでやってらっしゃるんだなということを直感しまして、取材させていただきました。そういった中でですね、今日は校長先生にも、それから、いわき市のですね、子育て支援室の益子室長にもですね、それから NPO 法人の、福島子ども震災孤児維持を見守る会の森田さんも来ていただいてますので、これからですね、私たち大人が子ども、私たち自身もそうですけど、それから子どもを見守るその大人の地域社会とかですね、大人たち、保護者も含めてですが、そういう人たちがどういうふうな気持ちでこれから子どもと関わっていけばいいのか、それから例えば学校のあたりで今後どういう取り組みをされていくのか、地域ではどんな取り組みをされていくのか、そういったことについて一言ずつご紹介をいただいて、皆さんのなんか参考にしていただいてですね、皆さんの身近の中で、そういったいろんな問題を抱えていらっしゃると思いますので、何かのこうサポートのきっかけになっていただければと思って、こういうコーナーを作らせていただきました。ちょっとお時間をいただきますが、まず、三谷校長の方からですね、ちょっとお話をいただければと思います。私が子どもたちのそのポストトラウマティックストレスディスオーダーという PTSD ですね、それから PTG というクロスの部分で、それを主たる目的として始めましょうというふうに考えたわけではなくて、それは目的のごく一部なんですね。確かに、ここでは被災された方は多いし、お父さんお母さんをご両親を亡くされた子どもたちもおりますので、それは目的の一つとしてありましたけれども、それが全てではなかったということですね。で、目的の一部ではあるんですけど、じゃあその一部はどういうふうにして考えたかというと、心理カウンセラーが本校に入っておりますけれども、彼女が言うところによると、その PTG とか PTSD をこう回復していく場合にはどういうことが必要になっていくかというと、皆さん大人もそうですけど、何か不安を感じている時がございますよね。で、不安の中の最も最上級の不安というか最悪の不安というのは、その自分が不安と思っている内容がよく見えていない時が人間にとって一番の最悪の不安なんだそうです。不安の材料が見えている時には不安じゃないというんですね、まだ大丈夫だと。で、じゃあそれをどうやって乗り越えていくかというと、PTSD を持っている子どもたちに海を見せないようにしよう、通学路はバスで通わせよう、じゃあ、そういう不安なところから子どもたちを隔離してあげようというふうに考えがちですけども、決してそれではいわゆる PTSD は乗り越えることができない。秀島さんがやっぱりグロス成長はないんだということです。じゃあどうやったらそれを乗り越えられるかというと、一番いいのは海を見せないことではなくて、一体ここで何が起き、今何が始まろうとしているのか、そういう現実をしっかり耳目を開けて、耳で目で自分の肌で感じて、で自分で解決していかなかったら何の解決もならないっていう、それが究極の解決方法だっていうんですね。で、じゃあどうやってそれを見せていくのかなって考えたときに、私30年ぐらいこういう映像を通した教育のあり方というのを考えてきてるんですけども、子どもたち同士でですね、自分の不安なり、あるいはお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんから聞いた不安をみんなで同じテーブルで出し合って、お互いの不安を共有することによって、漠然としていた曇りガラスの向こうに見えていたような不安がちゃんと素通しのガラスの向こう側に見えるようになって、それがガラスの手前の自分の手元の手のひらの上に乗って、でそれをお互いに情報交換することによって、不安な記憶が明確な記憶になって、その明確な記憶が点在していたものがみんなの話をつないでいくことによって、面になったり立体になったりして実在するものになってくる。それがはっきり見えた時こそ、これから
自分が向かうべき将来とか未来をの踏み台というか足台になる、きっかけになっているんじゃないか。そのためには、現実をある程度の期間が過ぎたならば見せていく必要があるのかな。そのタイミングは難しいと思います。で、そのタイミングを図るために子供たちに今いいかな、明日がいいかな、半年先がいいかなということで、一つだけ子供たちにアンケートを取ったんです。で、その内容は、いろんなことありました。それでも海は好きですかというアンケートを子供たちに取りました。で、私が3年前来た時には、それでも海は好きですか、この質問すらはばかられましたが、勇気を持って投げかけてみましたところ、わずか数名がまだ不安ですと回答しました。で、昨年、ですね、ちょうど震災3年になる直前ですけども、その時、5、6年生の子どもたちに問いかけをしましたら、それでも海は好きですかの問いに対して 100% の子どもたちが海は好きですと、いろいろあるけれども海は好きなんだと答える子どもたちも、で、大人以上に子どもたちの心の回復は早く進んでいるように見えます、表面上はですね。だけど本当にそうなのかどうかっていうのは、僕は僕自身もよくわからないところがあるので、この映像制作を通しながら子どもたちが本当に肌で現実を見つめて、これから自分が向かおうとする未来は一体何なのかっていうのを見つけてもらいたいなということで始めた事業でございます。子どもたちが持ってる、まあ、私はとってもそうですけど、というのはその日常ってありましたよね。で、その日常を変えるということが基本的には最終的にはPDG とか心のケアの問題以上に日常を回復することによって結果としてそういった心の回復につながっていくというお話をいただいたんですが、そこをもう一度今日皆さんにお話しいただけませんでしょうか。まあ、日頃健康な生活を送っていくと日常がつまらないものになりますよね。非日常に逃避してみたくなりますよね。ちょっと旅に出てみたりとか、ドライブに行ったりとか、美味しいもの食べに行ったりとかしたくなりますよね。で、それは日常からさらに贅沢の分野ですよね。ところがその日常すらも満たない状況に我々いたわけですから、じゃあ子供たちどこにまで連れていくかというと、贅沢まではいかない、とにかく何でもない平凡な日常を取り戻すことこそが実は心のケアになっているんじゃないかと。で、そこから先は自分の自由ですから、はい、まずはその日常を取り戻すということを最優先に学校は考えてきたということでございます。現在校長の日常の改革がとても大事なんだということがありますね。すごく共感させていただきました。そういう点で森田先生についてお話をいただきたいんですが、四つ倉の方で普段ご存知だと思うんですが、福丸というですね、子どもキッチという子どもたちが自由に遊べるスペースを作りました。で、その母体となっているのが森田先生がいらっしゃる NPO 法人福島震災孤児維持を見守る会という団体なんですけど、その理事がいらっしゃいますので、その辺のところも含めて子どもたちや大人の心の回復という点で何か一言いただければと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今日このような市長が場に声をかけていただきましてありがとうございました。ただいまご紹介いただきました NPO 法人福島震災孤児維持を見守る会、森田と申します。私どもは3月のある震災の後、やはりこれからは子どもたちの心の回復、被災された方々の心の回復、これが第一というような思いで、7月に心あるものが3名ほどある場所に集まりまして、なんとかしなければならないというような思いで NPO 法人設立に向かってまいりました。で、皆様のお手元に私どものパンフレットがあるかと思いますけれども、チャイルドハウス福丸、やっと先月26日に四つ倉の道の駅の隣にオープンいたしました。これは悲しみは永遠に続かないな、
不安は長いこと続く。悲しみというのは歳月とともに薄れていくけれども、不安というのはいつまでも心の中に。先ほど三谷校長先生、秀島監督の言葉にもありましたけれども、トラウマというのは心に刺さった棘という意味です。これが長いこと心に入ってしまう。これをなんとか子供たちの未来に向かって明るい光に持っていかなければならない。有用な思いで心の回復。これを狙うために、まず拠点施設を作って、そこで相談業務をやろうではないかというような思いで、3年かかりましたけれども、やっと先月、オープンいたしました。そして、未来の子どもたちの心に、夢と希望、健やかな成長を願い、震災の心の癒しの場として、チャイルドハウス福丸。福丸というのは、これ5歳の男の子が命名してくれたんですけれども、福島の福、復興の福、そして丸は、子供たちが、地域の人々が丸くなって、そして一丸となって未来に向かって羽ばたこうと。そういう意味がありまして、福丸という名前が付けられました。この施設には相談室、それから遊戯室、プレールームがございます。それと研修室、そういった施設を兼ね備えて、毎日今、業務に当たっております。で、26日のオープンから、昨日、おとといの、まあ、8日までの統計なんですけれども、2913名の方々がお出になりました。そして、子どもたちがのびのびと、そしてそれを見守るおじいちゃん、おばあちゃん、ご両親が、こういうのって大事なんですよねって言うんで、おっしゃっていただいて、利用していただいております。そのようなことで、この施設というのは、相談、これは子育ての悩み、それから被災されて、もろもろの家庭の悩み、将来に向かっての悩み、いろんな悩みをお持ちだと思います。そういった子どもたちが、人たちが、要するに先ほどのことは PTSD という言葉が出てきましたけれども、心的外傷ストレス障害、これをいかにして取り除いていったらいいのかというような思いで、共に語り合い、そして私はよく申し上げるんですけれども、今、このいわきの人たち、福島のことは、原発の問題、いろんな問題を抱えながら、今、心の奥底には、氷のように固まったものが潜んでいるのではない。長いこと時間をかけて、これを溶かしていこうではないかというような思いで、そして子どもたちは、この福丸でおいでになった子どもたちは、無邪気に遊んでおりますけれども、両親の悩みの背中を見て、何らかの子どもたちの心に潜んでいるものがあるのではないかと。これをいかにして取り除いて、子どもたちが未来になって羽ばたけるか。これを私どもは望んでおります。そのようなことで、福丸は毎日スタッフはおりますので、ぜひ四つ倉の道の駅に、隣に船の形をした建物がありますので、足を運んでいただいて、そしてスタッフに声をかけていただいて、で、相談は一応水道日曜日なんですけれども、いつでも専門の相談、それから臨床心理士おりますので、ぜひ声をかけていただいて、一人で悩まないで、みんなで語り合っていけば、何かがやはり得られるはずです。そのようなことで、私たちは皆さんのおいでをお待ちいたしておりますので、ぜひおいでいただくようにご案内申し上げます。ありがとうございました。私は思うんですけど、子供のことを考えるということは、すなわちは大人のことか、親のことを考える。親のことを考えるということは、つまり家庭のことを考えるということですよね。
子供を見て子供が健全で未来に希望を持ってですね生きてられるかどうかっていうのは親の姿がそうであるかどうかがすごく大きいと私は思っています。で同時にその親がそういうふうに思えるかどうかはその家庭を取り囲む地域の在り方が問題だと思います。そして地域の在り方がそうあるかどうかは社会全体がそういう地域社会であるかどうかでなっているかどうかが重要だと思うんですね。だからいうことは子供をどう見るかっていうことは決して子育てをどうしようかだけじゃなくてその子育てとか子どもの悩みに関わることに関するということはつまり親や家庭や地域社会を見つめ直すことにつながるんじゃないかと思うんですね。ですから決して子どもだけの問題じゃなくて同時にこの逆に振り返りサイクルを振り返して考えれば高齢者の方の生活をどう考えるかあるいは単身の方の生活をどう考えるかそういうことにもつながっていくと思います。ですから子どもを軸にして見直すということを決して子どもだけのことじゃなくてそういう問題を大きく含んでいるんだというふうに思うんですが、まあ、そういった点でですね今年になってですねいわき市の方で新しく子ども子育て支援室というのが創設されました。それで今日は室長の益子さんに来ていただいて室長が少し来ていただいておりますので、まあ、市としてですね子ども支援とか子育ての支援という点で今後どういうふうな取り組みをされていく予定なのかあるいは今後どういうふうに皆さんとの関わりをですね広げていかれるのかその辺を益子市長からお話しいただければと思います。よろしくお願いします。益子と申しますけども今日ちょっと風邪ひいて、声がちょっと割れちゃうかもしれないんですけどもちょっとご了承いただきたいと思いますが全国的に少子化が進む中で、私は名前で選ばれたのかなと益子と言いますので子供が増えるというふうに書きますのでそこら辺から目をつけられたのかなっていうふうにもちょっと思っておりますがまあそれはさておきですね豊間地区には私はすごい特別な思い入れがございます。それは震災の次の日3月12日ですが避難を皆さん豊間小学校にされてたと思うんですけども私は災害対策本部に入ってましたのでそこに駆けつけました。でその時にですねおばあさんがいたんですけど歩けないおばあさんで、その方をですね、背負って、もう崩壊した家の残骸の上道なき道を渡りながら避難バスを出す、白田菜園っていうところがありましたがそこまでやっとの思いで、連れて行ったっていうことをこう思い出しました。またその時は津波の海水がひたひたと地面に残っている状況でした。でうちの方の所管する豊保育所これは定員100名ほどのかなり大きな保育所だったんですけどもここも津波で全壊しましてほとんど鉄骨だけ残されてた状態で私もそこの中に入りましたけども遊戯室の時計がですねありまして震災の時間2時46分でぴったり止まってたんです。で全てが全てのこの一帯の家屋が全壊してですね辺り一面、残骸だらけのあまりの惨状を目の当たりにして私もこう思わず涙が出てきたっていうのを覚えております。そういうところで、今度ですね、児童家庭課から業務が拡大されまして、子ども子育て支援室という室ができました。で子どもと子育ての間に中仏が入るんですがこう中仏が入るようなこう長い名前っていうのは皆さん大体覚えていただけないっていうのがあるんですけども来年度ですねこれは教育委員会の方が一部分割されまして、子ども部となるという一つの準備室でございます。で、教育委員会では幼稚園とか所管しておりましたがこの子ども部になれば保育所と幼稚園そして、認定子ども園というものを総合的に扱っていくということになる予定でございます。ご周知お聞きいただきたいというふうに思います。
で、この豊山地区ですけども、今後、今、小学校がございますが、その隣に中学校を建設する予定ということでございます。で、その校舎の中に保育園、これは0歳児も含むということで考えております。あとは放課後児童クラブを併設しまして、一緒に校舎の中に入れてもらいまして、地元地域と一体となった子育てができる環境を整備していくというふうに考えております。で、私が思うんですけども、いわきの子どもっていうのはやはり東京とか大阪とか一般的なその日本の子どもたちとは一般人から見ればできないというふうに思っております。地震とか津波、それから原発事故の風の災害にあった被災地のそういった体験をした子どもたちだということをしっかり認識していく必要があると思っています。そういったいわきの子どもたちをすくすくと元気に育てて、立派な社会人として世間に送り出す使命の一端を担っていくんだという覚悟で、各種事業を総合的に展開してまいりたいと思っておりますので、皆様方のご協力もよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。私、今先ほど申しました福島全県 の, いろんな活動を皆さんいろんな地域で共同しているんですが、この、いわきから、相馬の方にも時々足を運んでますけれども、つくづく思うのはやっぱり伝統文化といいますかね、地域の、この間つい年3、4日はお祭りで地元富山の水素もいろんなお祭りがあって、私たちの中の応援で何人か来てたみたいなんですけれども、先ほどの小学校の部屋の獅子舞、子ども獅子舞やりました。で、この間私あるという皆さんご存知の小野崎というですね、海鮮、スーパーさんのお店があるんですが、そちらの支援を使わせていただいた時に、実は富山の方で皆さんがやってられるアンバサマーの歌というですね、聞いた方もいらっしゃるかもしれませんが、年配の方じゃないとわからないかもしれませんけど、港のね、安全を祈願するアンバサマーというその神様を歌う歌っていうんですが、そういう歌をその支援の中で使わせていただいたりしたんですが、で、大量バトルを鳴かせてですね、アナウンサーで撮影させていただいたんですけど、いや大事なのはそういうことなんじゃないかって実は最近私は思っていまして、三谷校長先生が指導されたその姉妹の夏の中で、やっぱりその富山の祭りっていうのを一つ題材されたように、もともとあった地域の本来の祭り、ですから、年配の人にだけしか受け継がれてこなくて、若い人たちはなかなか人が少ないので、限界があるかと思いますけれども、その中でもカラフルを一緒につないでいこうとしているものですね。で、そういうふうなものを大切にする地域、大切にする人間関係、というのをですね、何かしらの形でやっぱり続けていくというか、そういった中にですね、こう次のまた新しい、道筋も見えてくるのではないかというふうに私は思っていて、実は私は演劇が本業だったものですから、やっぱり地域のサイズだとかですね、いろんなその体を使って、物事を何か伝えるというのは、実は肉体の所作の継承であったりですね、文化の継承であったり、と同時に意識の継承にもつながるんですね。つまりおじいちゃんおばあちゃんたち、あるいはその世代が考えていたこと、それから街づくりはこうあるべきだとか、もっと言えば普通の日常ですね、ルールですね、でそういったものを身体と、音楽だとかですね、そういったものを通して継承している。それは結果的に、所作として残っていく、身体性になっていく、つまり身体性になるということは意識の中にも入っていくということなんですが、でそういったふうなことをやっぱり見過ごさないで、もう一回ちょっと見直してですね、その地域の伝統文化、それは別に踊りとかそういうことだけじゃなくて、工芸でも何でもいいんですが、裁縫でもですね、そういったものはあまりこう派手さはないし、マスコミにあまり取り上げられることではないですけれども、そういったものをこう大切にしていくということの中に、何か次の糸口、これはもちろん心の回復も含めてですが、何かあるんじゃないか、でそういうふうにすることによって何がいいかというと、私は誇りだと思うんです。そこの地域に対する誇りだとか、自分の親に対する誇りだとか、さっきその伊沢校長先生が海を見るということがありましたけど、自分たちを育ててくれた海というものへの誇りとかですね、でそういうふうなものをこうもう一回蘇らせることで、いろんなこう苦しみとか
まあ、いびつになってきているの感情をですね、正していくんですね。正していくものが本来地域にあるはずなんで、地域の力のため。で、そういったものをもう一回、地域と子どもと大人とですね、一緒にもちろん今日お見えになっている行政の力を借りながらですね、組み立てていけるようなことって何かできないかなとずっと思っていまして、今後は中野さんに成功館というそういうプロジェクトをやっている若い人たちもいますので、そういう人たちと組みながらですね、もっとこう地域文化伝統につながるようなことをやっていきたい。で、今からご覧いただく作品の2作品の一つは、その福島の誇りをですね、題材にして作らせていただいたものです。これは、昨年、作っておりまして、もうすでに教育機関だとかですね、学校教育機関だとか、行政関係の施設には、どんどん入っているものなんですけれども、それを見ていただいて、あと今年の作品で、2月に撮った作品ですが、今日見られている皆さんにも随分エキストラで協力していただいておりますけれども、その作品を見ていただきます。これは、今年の札幌国際短編映画祭に出品しております。結論が10月くらいになりますので、またその時にはご報告したいと思いますけれども、そういう作品を見ていただきたいと思います。ちょっとフリータイム、読書をやらせていただきました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。3年前 の東日本大震災、今も思い出すとですね、涙が出るなっていうような思いでおります。特にいわき市の海岸地域、豊間薄磯地区は非常に被害の甚大な地域でもありました。また多くの方もお亡くなりになっております。自分も初めて、この海辺の風景を見たときには、世の中にこんなことがあるのかなというふうな思いをいたしたことを、今も頭の中にこう映像がですね、焼き付いて離れないという思いでおります。そういう中ではありますが、豊間薄磯、そして沼の内の皆さん、歯を食いしばって今日まで頑張ってこられたというふうに思っております。3年が経過いたしまして、今区画整理事業あるいは高台転倒、着実に仕事が土音高く行われております。また被災された方々が入る災害公営住宅、いわき市としては1512戸建設を予定しておりますが、2月にはあなたはいつごろどこどこの公営住宅に入れますよという通知を出せるまでになり、3月1日には第1号の方が常磐の関船の公営住宅に、そして4月には沼の内と錦の方の災害公営住宅に入るまでになりました。着実に一歩一歩ではありますが前進をいたしておりますことを報告をさせていただきたいと思います。まあ、それでもまだまだ遅れているんじゃないかというような声は多々お聞きいたします。被災された方々が一日も早く安全な生活ができるよう、これからも一生懸命頑張ってまいりたいというふうに思っております。またインフラの整備については、時間とお金をかければある程度復旧復興はなされるものと思っておりますが、私は最後は心の復興ではないかというふうに思っております。この傷ついた心のケア、これには例えば文化とかスポーツとかの力を借りるというのが非常に大事ではないかというふうに思っております。5月の13日、もう間もなくではありますが、グリーンスタジアムで、巨人対ヤクルト戦、昨年のオールスターゲームについて行われます。また今日はこういった形で映画の上映会もされているわけでありますし、6月21日にはですね、いわき市にあって湯長屋藩の殿様が大活躍する映画超高速参勤交代、これが全国公開になります。なんで湯長屋藩なのかなっていうのはあるんですけども、まあそういった力をですね、追い風にしながら、さらにいわき市復興のために頑張っていかなくてはいけないというふうに思っております。来年の5月にはですね、このいわきの地で、太平洋島サミットというのが開催されます。太平洋諸国の大統領の方が来られてですね、会議を開くというものですが、福島県で大統領級の方が来て、
会議をやるのは初めてのことでありますし、昨日キャロライン・ケネディアメリカ大使がですね、14、15にいわき市に来るかもというような報道がありましたが、私は来年オバマさんがですねこのいわきに来てくれたらこれはすごいんじゃないかなっていう期待をしているところであります。まあ後ろを振り返ると、まあ、辛い思い悲しい思いは今もあるわけではありますけども、皆さんと共に前を向いて明るく元気ないわき市を作るべく頑張ってまいりたいというふうに思っておりますので、ご支援ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。またいわき市の復旧復興にあたりましては市内外からたくさんのご支援をいただいております。今日のこういった映画のプロジェクトも非常にありがたい話でありますし、今までもご支援をいただいてきたわけでございます。今後とものご支援をよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきたいと思います。本日はおめでとうございます。ありがとうございます。いわき市長、清水の翔さんにご挨拶をいただきました。清水市長、お忙しい中ありがとうございました。それではここで2本の映画作品の作品解説と撮影にご協力いただきました地域の皆様へ制作委員会より御礼の言葉を述べさせていただきます。先ほど自己紹介がありました秀島監督は主に東映株式会社の社会映画、教育映画の制作に従事され、自主制作でも多くの作品を発表されています。これまでの主な作品に歌手尾崎豊を描いた白紙の三男、三田村邦彦主演で格差問題を扱った見えないライン、須賀川国際短編映画祭招待作品食肉生態を取材し人権問題を描いた白紙のページ、高齢者、女性、子どもへの虐待問題を描いた虐待防止シリーズなどで教育映像祭優秀作品賞を受賞されています。震災後はここ豊場小学校体育館で行われました100日法要までのいわき市海岸線の状況を失われた命に誓うというドキュメント作品にもまとめられ、いわきの被災をいち早く広く全国に発信されました。以後毎年福島を題材にした作品を連作して制作されています。全国の都道府県、市町村、行政機関、教育委員会、小中学校、人権センターやライブラリーセンターなどで活用されています。では秀島監督と制作委員会の黒崎清子様、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。先ほどフリートークショーでいろんなお話をしたので紹介の方がいいかと思うんですけれども、この後に今から上映します見えない、みんな生きているという作品ですが、これは先ほどちょっと触れましたように富山小学校の取り組み、まあ、それほか医療法人震災個人維持への思い会なんかの出会いもあったんですが、この100日保育でやられた時も私はおりまして、まあ、その時からずっと何がしかその一つドキュメントドラマ作品を作れないかと思ってました。先ほど取材の方にもお答えしたんですが、実際震災があって別に私は映画ということじゃなくて一人の東京に住む人間として被災者の皆さんなんかお役に立つことができないかと思って薄井さんと最初に出会ったんですけれども、当初ですね全くそういうことは考えてなくて、それより先にもやっぱりその風評被害の問題だとか震災直後のいろんな問題に対して現実的な即応力のある取り組みができないかと思ってたので、お祭りをまずやったんですが、映画を作るということはとても不尊だと思ってました。ですから、現実のことが何もわからないのにですね、震災をちょっと見たからといって映画を作る、しかもドラマ型のですね、映画を作るということは非常に失礼なことだと思っていたので、ずっとそういうふうに作る気はなかったですし、作れると思っていませんでした。ただ、2年半が過ぎて、まあ、被災地の状況も変わり、私の皆さんとの触れ合いですね、それも深まって、そういった中で、今だったら作らせていただいても失礼はないかなと思って作ったのが、先ほど流した風評被害画をテーマにですね、須
作りましたあの五輪という作品です。で今年の2月に、まあ、非常に寒い時にあの水槽の台湾とかですね、から沼の内だとか、あとは富岡町ですね、の協力を得て、あの子役が中心だったんですけども、寒い中、みんなで頑張って、でこれに作品に関しては、本当にあの地域の皆さんに、今日あの出演していただいた皆さんに来ていただいてますが、あのご協力をいただいて、本当にあのこんなに、あのなんていうかな、ある意味、非常に段取りよくですね、いろんな撮影許可もいただいて、スムーズにあの仕事ができたのは、ごく稀なことだと思います。あと一般の本編映画でもなかなかあの現場で仕事していく上で、いろんな撮影許可を取ったり、皆さんの一員と協力を得るのが難しい場合があるんですが、本当にあの皆さんのお気持ちといいますか、私の拙いその願いにですね、皆さんが協力していただいて、あのまあ、こんな本当にちょっと怪しい男ですけど、怪しい男のことをですね、最初はみんな怪しい男だったはずですが、試してみたらそれは怪しくないということでですね、ご協力いただいて、それでなんとか撮らせていただきました。で、これはあの当初からあの札幌国際短編映画祭に出品するということを決めておりまして、で、東映さんの方に協力いただいて、あの皆さんに協力いただいて、今年の10月、札幌国際映画祭がありますが、その出品者というふうになっております。お前たちを見守ってる。いつだってそばにいる。いつだって一緒に生きてる。